はいどうも、マグニーです。今日は当動画チャンネルをご覧いただいている方ならご存知かとは存じますが、エンディングのね30秒間を皆様に公開するっていうことをね、僕以前動画でお伝えしたんですが、そろそろ集まってきたので、来週の月曜日あたりから公開していこうかなというお知らせでございます。有料でもないですし、皆さんに公開してますから、お気軽にですね、応募していただいて、一応僕の審査が OK ならば公開するということになるんですけども、1週間単位でこう動画こう交代していこうと思ってます。はい、で今回3つありますんで、3週間は今後3週間来週からですね、動画のエンディングでこう流させていただきますんで、誰でもね応募していただいて構いませんし、どんなジャンルの動画でも構いませんので、これを初めて知ったという方ぜひ応募してください。動画をね送付する方法として動画上げたんですよ。そちらのリンクも貼ってますが、方法は何でもいいんですけど、ちょっとね動画だとサイズが大きくなってしまうんで、メールで送れないということも考えれますから、ドロップボックスとか Google ドライブとか、そういうウェブのねクラウドストレージに上げて、そこの共有リンクを僕に送っていただくと、じゃあ僕はそこからダウンロードして、その動画を拝見して、そういう方法もありかと思う。30秒にねこだわってる理由は特にないんですが、30秒っていうのがね、なんかテレビの CM が15秒とか30秒じゃないですか。なんかだからいいんじゃないかなと思ってやりました。好評なら続けていきたいと思ってますし、今後のね、視聴者の皆様の反応に、お任せしようかなと思ってます。このチャンネルはですね、1動画の再生回数がすごく少ないので、登録してくれてる方全員がご覧いただけてるわけではないと思うので、ふるって動画バンバン送ってきてください。来週から皆さんの動画を流すんですが、今日からその来週までの間はですね、この30秒動画を募集してるよっていう僕が作った30秒の動画を流します。はい、それだけなんですけど、ちょっとした告知でございました。というわけで、ふるってご応募お待ちしております。マグニーでした。どうもマグニーです。30秒で何かこう伝えることがある、意味のある動画選抜させていただきます。 iPhone チャンネルとサブチャンネルと子育てチャンネル3つのエンディングで流そうかなと思います。一動画につきですね1週間の枠取ります。チャンネル登録者数が10万とかなっちゃったりするとね、もしかしたらお金をいただくような形になるかもしれませんけど、そんなのね夢の話でございますんで、もっと視聴者の方とフランクな感じで絡めればいいなっていう企画の一つ、動画の終わりの30秒ね開放いたします。チャンネル登録お願いします。